青木十三は日本のプロ野球選手スカウト。大阪府大阪市生まれ、関西大学卒業。マムシの十三と呼ばれた。市岡中学時代に幻の甲子園大会と言われる、第日本学徒体育振興大会に出場。影山和夫とに勇敢を組み活躍するが、平安中学の戸賀樫厚志にノーヒットノーランを達成される。戦後、関西大学に進学し、 同大野球部に所属。選手は1年生の頃に、すでに引退し、学生マネージャーとなっていた。同野球部監督だった森田忠夫が1950年に大阪タイガースのに、軍監督になると、青木は在学中であるにもかかわらずに、軍マネージャー補佐として大阪タイガースに入団した。大学卒業後スカウト1人となる。1950年代の大阪タイガースで、 関大トリオとして、森谷軍監督、浅野マネージャーと共にフロントを支えた。交渉能力が高く、新人選手の獲得にも腕を発揮した。吉田義雄三宅修士、山本哲也、藤本勝美ら、打球団が、ノーマークの選手を発掘し、次々と獲得している。松木健二郎監督対談後、阪神と折り合いがつかず大エースターズ遺跡を決意、一旦は、 野田製造オーナーに遺留されるが、藤村排斥事件の責任を取らされて解雇される。後の著書において、排斥事件は、自らが裏で糸を引いていたと述べている。青木が退団したことで、スカウト陣が薄くなったため、タイガースは、同年に、中日ドラゴンズを解雇された、スカウト、佐川直行を入団させている。1957年に大エースターズに入社。入社早々、 高橋ユニオンズとの合併を経験。オーナーの永田正一と出会ったことをきっかけに、政財界に人脈を築いた。大前ヨリオンズ東京オリオンズ、ロッテオリオンズ時代も、村田長治、有藤道よらを発掘したり、1958年の田宮健次郎獲得、1963年の小山、正明、山内和弘の世紀のトレードを担当する。 この小山山内のトレードを阪神側で担当したのが青木と入れ替わりで阪神に入団した佐川であった。1966年に巨人を現役引退したばかりで、当時34歳の広岡達郎を長田オーナーの反対を押し切り、オディオンズの監督に昇平要請したこともある。青木は広岡くんの監督としての才能に誰よりも早く目をつけたのは、 私と誇っていた。長田が球団経営から身を引いた後は、代わってオーナーとなった中村長吉に従う。中村が西鉄ライオンズ救済のためにロッテを退団して福岡野球株式会社を起こし、太平洋クラブライオンズのオーナーとなると取締役としてフロントに入った。太平洋クラブライオンズクラウンライターライオンズでは、 球団経営に奔走、ロッテとの異恨試合を演出する、巨人とのトレードを前提とした、江川すの強行使命などの様々な策を繰り出し、苦しい球団経営を支えた。晩年の著書の中で、ドラフト制度については、チームの均質化は各チームの営業努力を奪い、また契約金の抑制は、プロ野球への魅力を落としているとして、撤廃を強く主張した。また、 当時は日本では導入されていなかった FA についても、やや早い気もするがという正しがきつきながら、同様の理由で賛意を表明した。太平洋、クラブ時代の監督であった稲尾和久については、その監督としての能力に否定的な記述を著書で行っている。一方、稲尾の側も、どうも反りが合わないと知るし、青木がベンチの横の管理室から、聞こえよがしに、 ここでバントはないだろうなどの采配批判を口にしていたと述べている。著書で主張している内容として、上記の藤村排斥事件や遺恨試合以外に以下のものがある。ちなみに佐川はタイガース入団後、鎌田実、並木てる王川切に、村山実、江夏豊、田淵光一らを獲得。 リームワンスカウトとして1950年代後半から1960年代のタイガースを支える存在となった。このセリーグ8球団化構想については、稲尾和久も著書、神様、フッツ様、稲尾様で触れている。また吉田義尾は、中内が1985年に鈴木隆治にプロ野球団買収を相談したと記している。 中内は鈴木から四国を本拠地にするよう勧められたために断念し、福岡大英ホークスに方針を切り替えたという。ありがとうございます。